全くは傾いてしまいまして、ブルーソー、サムエルソン、川野といった選手たちは命からがら避難したという状態でした。斉藤さん、はい、この両チームなんですが、スタートは良かったんですが、ここへ来てサントリーが5連敗、富士フイルムが3連敗とちょっと調子を落としてるんですね。そうですね、サントリーの方は今話があった、地震あるいはサムエルソンがね、風邪をひいて1週間ぐらい練習できなかったというようなこともあったりして、まあ、本来 のパワーが十分生かしきれないような状態がここ数試合続いていると思うんですね。富士の方もね、やっぱり、チーム全体小柄ですから、そのうまさがうまく出てこないとね、本来の力が出せないと思うんですけど、非常に対照的なチームなんで、今日は非常に面白くなるんではないかなと思うんですけどね。それぞれのチームの持ち味を十分に出してほしいものです。コート向かいまして、右側富士フイルム、4番セッターの成田、2番センタープレーヤー松本、1番レフトの青山、8番ライトの金巻、3番南、9番清水。サントリーのサーブで始まります。サーバーはセッターの山本です。高いトス、青山が打ちます。ブルーソーからセッターに帰って、まずレフトから大浦が打ちました。サントリーの方は5番セッターの山本、10番レフトの青山、0番センタープレーヤーサムエルソン、1番ライトの大浦、11番がレフトのブルーソン、2番注目の成長株です、センタープレーヤー佐々木。得点が1対0です。サーブ権は富士。先ほど、そして今と1番の大浦が決めておりますが、この大浦をポジションチェンジしましてね、センタープレーヤーからセッター対角に持ってきました。そうなんですよね、だからこのサムソンとね、サムエルソンと、はい、それから太一を、ね、対角にしまして、いや だんだんこの形がね、はい、うまくはまってきたような感じがしますけどね。そうですか、成田がアンダーで上げます。さあ青山ブロック、今度はブロックで止めたのが1番の大浦ですか。そうですね、大浦ですね。スタートでは大浦が大活躍です。ポイントサントリー2対0となっています。荻野のサーブ、青山からセッターは成田、さあそして金巻です。ブロックは吸い込みました。レフトから8番の金巻、パワーは富士ナンバーワンです。非常に思い切りのいい選手。ブルーソーアンダーで山本が上げます。そしてブルーソーが打ちます。このブルーソー190センチ、決して大柄ではないんですが、なかなかこう日本人向きのバレーボールですね。そうなんですよね、なかなかね、ストレートあたりをマーク打ってね、はい、非常にこううまさのある選手ですね。なんか日本にいる間にね、やはりこの例えば富士の、松本センターで小さいけど松本選手とかですね、はい、それから、ね、クイック打つ南、ああいうバレーをね勉強していきたいって言ってましたね。そうですか。かつてサントリーにはポール・グラットンといういい選手がいたんですけれども、その人の教え子です。